こうやって動くか、え、こうか。バンジマして模型のロマンを探索する模型所タンサックです。今回はエヴァンゲリオン初号機を作る22号、23号、24、25号もできれば作っていきたいと思います。22号がライブで作ってたらバンされたので、22号はすでにできてて、作ってる最中にバンされましたのでもうできてるんですが、これはじゃあ紹介だけしておきます。そして23号から作っていきます。これあんまり銃をライブで作っちゃダメらしいです。まだ途中です。これの続きを23号から作っていきます。エヴァンゲリオンの組み立て動画は再生リストからご覧になれますのでよろしくお願いします。タンサックのチャンネルではデアゴスティーニさんやアシェットさんの週刊パートワークものを作っています。チャンネル登録よろしくお願いします。はい、22号までで5まで作っています。それでは早速23号から作っていきます。頑張っていきます。22号はエヴァトップページギャラリーはシンジの笑顔、ダイアログラインは第6の使徒撃破、そしてエヴァミュージアムはエヴァの T シャツパート1ということで、1990年代からエヴァンゲリオンとファッションのコラボ T シャツが出てきて、セレクトショップのビームスとかユニクロがエヴァを取り上げてコラボ T シャツをたくさん作りました。特にこれがすごかったみたい。ちょっとピンボケでお伝えします。 T シャツからエヴァが飛び出しているインパクトの強い1枚もあるし、ビームスが発売した人類補完計画反対 T シャツ、こんなのもありました。今回パート1ということなので、また T シャツについて解説が今後ありそうです。そして今回はハンドガンの組み立てでした。パーツは右手が入っていました。手が増えた。で、組み立てはここまで。で、ここにバネが入っちゃって、ちょっと指入らんけど、こういう感じで引くことができます。はい、これが22号の組み立てでした。完成したところで YouTube にバンされたので、次、23号は全く作ってない状態です。23号のエヴァトップページギャラリーは仮設5号機で出陣するマリ。ダイアログラインはエヴァンゲリオン仮設5号機起動、エヴァミュージアムは水曜どうで詳細フェスティバル in 札幌2019ということで、北海道のテレビ局がこの水曜どうで詳細っていうのをやったんですけど、6年ぶりの番組イベントでエヴァが参�戦したそうです。2019年。これが A2 サイズで作られたポスターで、ロゴも作られました。ゆるキャラも登場して、バッジやアクスタ、ステッカーなどが販売されました。これが2019年の10月4日から3日間、札幌バンケイスキー場で開催されました。初日は高橋洋子さんも参戦して、サイン入りの CD のお渡し会もしました。ただこの日は晴れ女の高橋洋子さんが出演してくださったにもかかわらず、雨天のステージとなりましたという裏話も書いてあります。へー、面白そう。それでは組み立てていきます。今回はハンドガン2ということで、これの続きを作って完成させていきます。パーツはこれなんですが、これと全然関係ないので全部取り置きパーツです。使うのは21号で取り置きのパーツと22号で取り置きのパーツ。取り置き多いんだよね。また22号では手が増えた。はい、これとこれを使います。これはなし。はい、ハンドガンの組み立てしていきます。なるべくなんかこれ写してるとバンされたら嫌だから、ちょっとこんな感じにしとくわ。なんかよく見たらこれなんかこのカッターマットエヴァっぽいね、柄が。で、まずここにちょんちょんとつけて、まあ、多分ね作業的には超簡単だと思う。尖ってる方を上に向けてこう、あ、ちょっと斜めになるでいいのかな。なんか斜めじゃない？これでいいの？そしたらちょっとこれ出してきますけど、ここにハンドガンのグリップにマガジンを差し込みます。こ
これは着脱可能ですので、なんかこれがさ中に置いていかれそうだけど、ガシャンってやるので接着はしません。お、いい音するね。じゃあそういうとこか。そしたらこっちが丸でこっちが四角で、四角い方の左側にちょんとつけて、この丸いのがついてない方を表にしてつける。ついた。そしたらこの上のところに接着剤つけて、カエルのお目目こっち向きにして、こっちからスライド。ゆる、カエルこっち向いてる。この四角いのをこの間に入れて、このギザギザがこのギザギザにシュッ、おー、ぴったり。これはこういう動きするんだね。接着なし。次、この丸い内側とこのくぼんだところに接着剤って書いてあるけど、絶対こっちにつけた方がいい。こっちのこの出っ張ってるとこと、この丸ポッチに接着剤つけてくっつけます。で、こうやって動くか、え、こうか、え、あ、違うわ、こうか。お、なるほど。ここも接着したいね。流し込み、このカエルちゃんもくっつけようか。そしたらここの先っぽに、これは接着、ここを接着します。これも流し込もう。できた。おー、なるほどね。ちょっとあんまり映したくないね。ハンドガンが完成です。あんまり紹介したくない、怖い。じゃあ24号いきます。あ、また取り置きかもしれん。24号はエヴァトップページギャラリー第7の使徒の攻撃を受ける相模湾沖の護衛艦。ダイアログラインは全ては心の中に。エヴァミュージアムはカオル本となっていて、エヴァのシリーズに登場した渚カオルはとりわけ支持が高い。この人気を証明するように一人の少年に徹底的にフォーカスした書籍が発売されている。今も発売されてるのかな。2冊あるみたいで、シンジの前に突如現れた謎の少年、神秘的な存在でファンのハートをがっちりと掴みました。テレビシリーズでたった1話10分弱しか登場しなかったにもかかわらず、ガレージキットも登場しました。そしてフィギュアやグッズが多数発売され続けていることから見ても人気の高さがうかがえます。すごいね。ファンブックや写真集も発売されました。カオルを追ったコミック版も登場して、カオル愛あふれる一冊となっています。アニメやコミックの登場シーンだけじゃなくて、渚カオルにまつわる全てを解説する他、芸能人やアーティストたちから彼へ向けた愛の言葉を掲載しています。一人のキャラクターにフューチャーする一連の書籍は根強い人気の表れとも言えます。2014年には碇シンジとのコンビをモチーフとしたアパレルシリーズレディオエヴァデュオが誕生するなど、アニメ枠を超えたカルチャーヒーローとして存在感を発揮しています。一冊の書籍がカオル一人だけで成立するんだろうかという不安もあった中、いろんな切り口で充実した本ができました。ということでカオル本の紹介が書いてありました。24号は腰部の組み立てが始まります。で、使うのは取り置きの23号パーツ。全部ダイキャストです。ダイキャストって言うんかな、これ硬そう。わ、でか、重、鍵っぽい。パーツは全部ありました。いや、これもでかいな。まずこれとこれを合わせます。これどっちも2って書いてあるんだけど、別物でアルファベットの P と Q、 こっちの Q の方をこう裏返して、段差がある方を手前にして、あ、取れた。これを P、 そしたら
これを合わせる。でビス止めします。このちっちゃいビスにちゃんと青いのがついている。できた。あ、次珍しく24号使います。これとこれを合わせます。でこっちもアルファベットの P と Q があって11って書いてあるんだけど、こっちの P の方をこっちの段差がない側と合わせます。でこれでかぶせる。でまた4箇所ネジ止め。はい、同じようなのが2つできました。次にこのでっかいやつのここにこれを入れて水平にする。で2番、ここに数字22って書いてあるやつを入れる。入るかなこれ。うん、入った。入った。これ1番を差し込む。あ、できた。わー、こんな感じで動くんだね。そしたらこれが裏表なし。こうしてこれで止めます。まずは指で入れて、指で入れて仮止め。そしたらこの六角レンチを使って長い方軽く回して手応え感じたところで締めるのをやめる。あ、サイズがあんまり固く締めると腰が動かなくなるので注意します。手応えを感じたところでやめる。うわー、全然動かん。締めすぎた。え、ゆるすぎ。微調整こんな感じかな。固めでいいらしい。こんぐらいにしようか。はい、これで腰部が完成です。ガンプラ作る時の形に似てるね。違う上か、こうだね。はい、重たくなりました。それでは続いて25号も開けていきます。25号のエヴァトップページギャラリーはエヴァ2号機空から使徒を狙う。ダイアログラインはエヴァンゲリオン2号機出動。エヴァミュージアムはエヴァンゲリオンとくまモンということで、熊本県立美術館でエヴァンゲリオン展が開催されました。エヴァンゲリオンとくまモンのコラボはイベントを盛り上げただけでなく、グッズが即日完売するほどの人気となりました。2015年の2月28日からエヴァンゲリオン展熊本が開催されて、くまモンがエヴァ初号機の格好をしてくれました。さまざまなコラボグッズが販売されたんだけど、一番人気のピンバッジはなんと初日30分で完売しました。エヴァンゲリオン展熊本の来場者は2ヶ月で3万人を超えました。その8年後となる2023年に東京の渋谷でエヴァンゲリオン大博覧会があって、その時にまたエヴァ初号機に扮したくまモンがイベントを盛り上げに来てくれました。かわいいね。でこの2人が戦う小芝居とかも会場を沸かしたそうです。はい、では25号を組み立てていきます。腰部に背骨が始まります。今までのパーツは使い切ったので、今回は取り置きじゃなくてこれを使っていきます。100号で完結なので
これで4分の1です。うわめっちゃ長いビスある。ほぼ背骨のパーツ。これが十字ジョイントで要になるかもしれない。はい、パーツは全部ありました。まずこの背骨にこれを通します。そしたらこの丸と細長いのがあるんだけど、細長い方を入れる。逆かこっちか。でこっち側は丸い方を入れる。でこれをこの状態でセット。で手で入れます。これは使えるか。うわぴったした。これはスイスツールの 2.5 です。多分これずっと使うと思う。このなんていうのドライバー、概要欄に載せてあります。次にこっちが丸でこっちが六角で、こっちが丸で、あ違うな、こっちが六角でこっちが丸、六角と六角を合わせます。でマステで仮止め。うわちょっとでかかった。次にこのひよこみたいなやつに長いやつ刺してワッシャーを入れます。でシンバルの逆向きにして、でこの中入れる。次にこれがどっかに1番って書いてあるらしい。あこれだ。ここに1って書いてあるけん、1を反対側にして、こっちに丸が書いてあるけん丸の方から入れる。回して入れる。え違うか、違うな。えそもそもこっちで持たんといけないんだ。左手で持って、また位置を見失った。これか。1って書いてある方じゃない方の有効だよね。合ってるな、合ってそうだけど無理やりか。でまたこれもシンバルと反対向きで入れる。そしたらこれをこう入れて、この四角い穴にこれを入れる。こうかな。でこれが今浮いてる状態で、ネジ止め。動いてない。これ取ったらやばい。これにネジが入るんだよね。できた。買った。いいよ。これは片目に稼働する部分。できた。これが背骨ユニットです。なんか斜めな感じするけど、こっちが広くてこっちが狭い気がするけど、こっちが長くてこっちが狭い。気のせいかな。なんか歪んでるな。背骨歪んだらまずいよね。ちょっと私の見間違いか。コメントお待ちしてます。なんかどう見てもこれがこうなってる感じするけど、なんかこっち向いてない。はい、コメントお待ちしてます。じゃあこれで腰部と背骨ユニットが完成です。22から25号でここまでできました。またこれ出してきます。これがこう、これがこう。それでは次回の26号は背骨にということで、こ
りの続きを作っていきます。お楽しみに。最後まで見ていただきましてありがとうございました。25号4分の1でここまでできました。結構武器作ってる期間が長くて、まだあんまり初号機あんまり作ってないんですけど、これからのお楽しみでしょうか。25号までで並べてみるとこんな感じです。この動画がいいなと思ったらチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。タンサックでした。だんだん、また見てね。今回もタンサックの動画を見てくれてありがとうなのだ。このチャンネルではアシェットやアボラモデルズ、デアゴスティーニの大型模型シリーズ、ガンプラなどの模型作りを紹介しているわ。しょっちゅう YouTube ライブも配信してるから遊びに来てほしいのだ。よかったら励みになるのでチャンネル登録よろしくお願いします。そして登録がお済みのあなたはすぐに高評価ボタンをポチるのだ。それではまたね。バイバイ。